ジョリ先生、はい、僕その手のパンク系のバレエコードを引き続けると左手の母子球筋がすごく痛くなるんですけど。なるほど、それはもう実に使い方が間違っておりますね。バレエコードってここに線1本ビーって引いてあって人差し指を押さえますよ、でそっからこうやって他の指をセットしておきますよみたいな書き方されるので、親指側ですんごい握力使っちゃう人がいるんですよ。力入りすぎてるみたいな。で、ここをうまく力の重心のバランスを変えるって言い方の方が僕好きで、脱力してくださいってよく言うんですけど、この脱力の具合がわからないっていう人もいっぱいいて、僕がバレーコードで特に重視してるのはこっち側、小指側の筋肉ですね。こっち側からこうセットしてスタンス取ってあげるんですよ。小指の MP 関節を曲げるための短小指屈筋ってやつですね。その通りでございます。で、一本ね、本には書いてあったとしても、実際押さえなきゃいけないのは6弦と1弦2弦。6弦はこの第一関節の先、指先でこう押さえて、で、こうやってセットしてあげると、僕の指だと第三関節で1弦と2弦を押さえられる。で、こっちをちゃんと押してあげるっていうのが重要で。こうすると綺麗にね、音色も出るし、力も使わないと。実は親指側にあんまり力入ってなくて、なんならこれこのまんまね、親指外してても、弾けますからね、こうやって。綺麗な音出しながら。こっち側の筋肉を鍛えるハンマー練習ってやつがあって、例えば E メジャーの形、本当はこう押さえますけど、場所どこでもいいんでね、お人差し指外して、この状態で上から、こうやって、スタンプのようで押していく。これを、こうやって押していくと。同じ場所で押してもいいですし、生音でこうやってちゃんと押してあげると、こうするとこっち側の筋肉全体使えるので効率よく鍛えられるかなと。この上でちゃんともう一回セットし直してから、このまんま1時間弾いてても疲れないと思いますよ。